はい、フロンティアさんの物販なんですけども、すでに27日の前なんですけれども、すでに大盛況です。そして何かすごいものがくじで出たようですちなみにこちらのラーメン榊屋、なんとグロック当てちゃいました2丁目です。2丁目で、11日に2丁拳銃で青空ハッスルでサバゲするそうなんでワンマガジンずつしかないんで切れたら。そしてこちらはなんと M4 が当たるという、すごいですね。1000円でM4 が当たるというすごいラッキーです。ということで、まだくじの方まだまだ、ね、いっぱいありますんでね、これからどんどん冷えてくださいエントリーしてくれました。はい、それでは順番カードを出してください。セーフティーをかけたままトリガーの指をかけずに一度だけサイティングライスを行ってください。終わりましたらスタンバイ姿勢でお待ちください。でこのスタンバイ姿勢でお待ちくださいとなったら、ホッキングまでポッキングをセーフティー外してポッキングまでして打てる状態まで。でよかった。で自分の、スタンバイが整って、でもういけるなと思ったら合図してもらう。手を上げるなり声出したら。はい、それでは行います。ブルーサイ第1ターゲット、スタンバイレディーゴー。はい、それで準備の方はよろしいでしょうか。それで競技を開始します。ブルザイ第2ターゲット、スタンバイレディーゴー。
腕セーフティーかけて自己カバーして最後お疲れ様でした。セーフティーをかけたままトリガーで指をかけずに一度だけファイティング練習を行います。終わりましたらスタンバイ姿勢でお待ちしております。ちょっと一旦流します。プレートスタンバイ、レディプレートスタンバイ、レディI'm gonna get you.
これ今トラウシになったの。はい、ということでですね、本日初めて、まあ、弥生カップ参加してくださった女性選手の方インタビューしたいと思います。どうもお疲れ様でした。今日の感想はいかがだったでしょうか。緊張しました。緊張しましたよね。それただですね、全体的に見ると初めて、まあ、競技形式で一周回った、にはですね、非常に、いい成績ですね。確実にこれマークスマンが取れてシャープシューターまで本当あと一歩というところですね。まあ、ちょっとまあ点数見せられないんでさっと見せますけど、さっと、はい、この実際ということで、ぜひぜひね、これからも続けてくださいね、 EPS。 はい、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。